海浜ニュータウンは、千葉県千葉市北部の東京湾岸に、埋め立てによって造成されたニュータウンである。全域が同市美浜区に属す。事業主体は、千葉県、千葉市、住宅、都市整備公団、千葉県住宅供給公社などで、1968年に事業が開始され、1973年に高須、真砂地区から入居が始まった。ニュータウンは、稲毛、毛見川、幕張の3地区より構成され、住宅地域としては、以下のような町がある。高須第一団地高須は、海浜ニュータウンで最も早く入居の始まった、稲毛川、陸地寄りの地区である。住宅は、初期に建設された高須第一団地、第二団地のほか、稲毛海岸駅周辺に、新しい高層マンションがある。高須第一団地のうち、北側の京葉線沿いに並ぶ高層住宅はパイロットハウスといい、これは当時の建設省などを主体として行われた将来、住宅コンクールに出展されたものである。1980年代から中央部の高須3丁目にコミュニティセンターの建設が進み、大型商業施設、忠実屋、新稲毛店、現、イオンマリンピア専門店館、扇屋ジャスコマリンピア店の開業を経て、その後京葉線の開通により、稲毛海岸駅が設置された。現在までニュータウンの中心地として発展を遂げている。高浜は稲毛川、海寄りの地区である。当初はほぼ全域が住宅用地となる予定であったが、計画が変更になり、南部には中央卸売市場が建設された。また、海沿いの7丁目には、稲毛海浜公園が広がっている。初期に建設された団地のほか、海浜公園通り沿いには新しい中高層マンションが並んでいる。これらは1990年代以降、千葉海浜交通のバス車庫や野球場の跡地を利用して建設されたものである。住宅地の地価は2014年1月1日に公表された公示地価によれば、高浜 5/4-14 の地点で17万4,000円、平方メートルとなっている。美浜区内で最も地価が高い。真砂第一団地真砂は、毛見川側、陸地寄りの地区であり、高須に次いで早くから入居の進んでいたところである。美浜区の行政の中心であり、美浜区役所のほか、郵便局、消防署、警察署などの公共施設が集中している。また、高須寄りのイチョウ目に東京歯科大学、同附属千葉病院がある。毛見川寄り地区の道路は曲線を多く用いることをコンセプトとしており、京葉線沿いを走る街路も毛見川浜駅付近で大きくカーブを描いている。磯部は毛見川側、海寄りの地区である。この地区は定住性の高い住宅地の造成を目的に開発されたため、住宅の多くが一戸建てであり、海浜ニュータウンの中で独特の景観を呈している。道がきちんと区画されている。海側には千葉市立海浜病院、千葉県救急医療センターと磯部、千葉西の2つの高校がある。また、海沿いは人工海浜、毛見川の浜として整備されているほか、草の水路の川口付近に稲毛ヨットハーバーがある。幕張西は海浜ニュータウンの西端。習志野市との境界に位置する。水路を挟んで、北側は幕張 B 地区として計画されたところで、当初は幕張町1丁目に属し、その後住居表示により、幕張西1から4丁目となった。南側は幕張 C 地区として造成された後発の地区である。幕張ベイタウン歌瀬は、幕張 A 地区として計画された地域の一部で、幕張ベイタウンとして、西欧風の洗練された街並みが形成されている。ニュータウン内では最も新しい住宅地で、1995年の入居開始である。幕張 A 地区は、当初全域が住宅を中心に造成される予定であったが、後に新都心として整備されることとなり、南東部の歌瀬地区のみを住宅地区とするよう変更された。その後、2008年になって隣接する若葉地区の一部が住宅用地に計画変更され、幕張ベイパークとして超高層マンションなどの建設が進められている。高等学校、中学校、小学校、鉄道地域内を JR 京葉線が通過する。ニュータウン内は当初から鉄道駅の存在を前提に計画されていたが、京葉線の開通が遅れたため、下記のように国鉄幕張駅への路線バスを利用するか、あるいは徒歩で京成稲毛駅や国鉄稲毛駅などを利用していた。バス千葉海浜交通バスニュータウンのうち、稲毛、ケミ川地区のバス輸送は、主に千葉海浜交通が行っている。入居開始当初は、稲毛駅へのアクセス道路が整備されておらず、バスの一部は幕張駅入り口を起点に運行されていた。なお、当初は同社が独占的に路線を有していたが、後に海浜交通と同じ京成電鉄のグループ、または、関連会社である京成バス、千葉シティバス、小湊鉄道もわずかながら乗り入れるようになった。また、2005年2月より団地交通がマリンピアを拠点とする旅客輸送を開始し、一部に海浜交通との競合が発生している。幕張地区は京成バスが主体となり、路線を展開している。幕張西には当初、津田沼駅に接続する路線が通っていたが、幕張本郷駅、海浜幕張駅の開設により、この両駅を結ぶ路線が強化されていった。また、京成とともにベイタウンの路線を担当する平和交通は、開通当初、周辺に営業基盤を有しない事業者の新規参入として注目を集めた。国土交通省地価公示、都道府県地価調査。ありがとうございます。